誰か泣いてる。探してやらなきゃ。全員立て、武器を構えろ。尋常じゃない何かがこっちに向かってきてやがる。皆の者、最大火力で放て。大規模破壊人機リファクタリングを発動することをここに宣言する。今までの攻撃は最大出力じゃなかったってわけ。我らの努力はただ決戦を早めただけではないか。ここでアリスの雛鳥を見つけることが私に課せられた使命なのだ。八つ咲きにしてしまえ。乙女に嫌われるわよ、あんたたち。メディエタは忠告する。話がそれている。全員で勝ち取るんだ、この世界の未来を。未来を、未来を、未来を。思えば最初から気になってはいたのです。それほどまでの強さをどうやって手に入れたのですか。そして何より、あなたは首差し出しな。スイッチ。一体何者なのですかと。ケリト兄ちゃん、